2017年国際陶磁器フェスティバルミノ国際陶磁器フェスティバルミノは世界最大級の陶磁器コンペティション国際陶磁器店ミノを中心に陶芸関連の様々な行事が行われる3年に一度開催のトリエンナーレテーマは土と炎の国際交流フロムユーフロムナウフロムヒア次回は2021年の開催が決定しているメイン会場は 岐阜県多治見市のセラミックパーク美野。総裁は岐阜県知事実行委員会会長は多治見市長。2014年及び2017年には名誉総裁に秋篠宮家の真子内親王が就任した。第12回は当初2020年9月に開催される予定であったが新型コロナウイルス感染症への配慮から1年延期され、 2021年9月17日から10月17日の38日間と設定された。しかし、2021年8月以降、新型コロナウイルスの変異株を主とした感染が急拡大し、2021年8月17日、政府は岐阜県を含む7府県に同年9月12日を期限とする緊急事態宣言を発出。その後、 同年9月30日まで延長されることが決定された。これらの状況を鑑み、第12回の会期を2021年9月30日から10月17日の18日間に短縮すること、及び関連事業のほとんどを中止とする開催方針が、フェスティバルの公式サイト、新着情報に掲載された、知事のプロフィール岐阜県公式ホームページ、 www.pref.gifu.lg.jp2021 年9月12日閲覧視聴プロフィール2021年9月13日閲覧国際陶磁器フェスティバルミノ21の会期変更及び開催方針等について新着情報国際陶磁器フェスティバルミノ www.icfmino.com 2021年9月12日閲覧、ありがとうございます。